今回、巨像の織田信長という本を出させていただきまして、この第1章と第2章を、一応担当させていただきました。全部で第9章からなっているやつでて、覆された9つの定説という、そういう意味方でありますけども、まあ、この本、織田信長に関して、名前の、通り、信長の巨像というものをまあ見ていこうという、そうあれですね。信長、ものすごい人気がある人物であって、まあ、いろんな見方されてるんですけども、戦後一貫して、信長に関しての、基本的なスタンスっていうのは、革命維持。あるいは、ものすごい、魔王とかね。そういうようなイメージがものすごい多いという、そういうような感じで、捉えられてきました。まあ、そういった、ドラマ性があって、非常に、まあ、人気の高い、人物ではあるんですけども、この21世紀に入ってからですかね、信長に関してかなり、いろんな研究が出てきて、信長っつうのは意外と常識人だったんじゃないのとかね、信長っつうのはそんな無茶苦茶なことやってないと、いうような見方が、まあ出てき始めてるわけです。で、そういった形で、まあ、信長っつう人物に関して、まあ、例えば独裁的であるとか、切れやすいとか、まあ、いろんなイメージあるんですけども、そういう、まあ、作られた信長像とは違う、新たな信長像というものを、まあ、見ていこうという形ですよね。実は我々が見ている、織田信長像、例えば、神も仏も信じない、というのは、実は、ルイス・フロイスの、日本史という本に、そう書いてあると。信長が権威といったものを全く無視する。全く、今までの権威を無視して、神も仏も信じない、そういう人物であるというのは、ルイス・フロイスの日本史に書いてある。ただ、このルイス・フロイスの日本史に書いてるのは、どこまで信用していいのかということもあるわけですね。ルイス・フロイスからすると、要するに、まあ、信長が仏教徒であるというのは、ある意味、ちょっとちょ、都合が悪いというのは、信長から、まあ、いろんなことを、勉強を図ってもらう。ところが、信長が異教徒であれば、その異教徒に頼るのは何事であるかというような、当然、論難も覚悟しなきゃならない。いうことで、信長をとりあえず、無宗教的に書いていったというふうな見方もされてますし、あるいは、太田牛一の、新潮後期、まあ、比較的、他の、いわゆる新潮期と言われる、江戸時代に書かれたものに比べると、新潮後期というのは信長に仕えていた右筆であった太田牛一の、まあ、信長に仕えていた太田牛一という人物の、書いてる資料だけに、比較的信用性は高いと言われてるんだけども、やっぱり大げさに書いてあるとか、そういった側面があって、織田信長像に関してはかなり嘘があるんじゃないかという話で。で、今回、巨像の織田信長では、第1章が、室町幕府、第2章が天皇、第3章は家臣団統制で、いわゆる、信長は独裁者であるというイメージではなく、非常に柔軟に、いろんな、人々を使っていると。それから、第4章では環球時代の外交政策が示す信長の我慢強さということで、まあ、信長っていうのは、乱暴者一辺倒でなくて、まあ、実に天皇や将軍も含めて、いろんな権威を巧みに利用する、まあ、そういう柔軟な人間である。信長の兵法。兵法というのは、信長に関しての兵法というのは基本的に天才的であるとか、そういうイメージで捉えられがちであるけども、実際そんなむちゃくちゃ当時の兵法の常識から飛んだことは実はやっていなかったと。信長が作った城郭、城下町、に関して、いわゆる近世化、近世的なものであるという、そういうイメージ、それだけじゃないよという話を、一応してあります。それから、経済政策、楽一楽座の問題について、まあ、いろんなものをうまく、組み合わせておると。信長の信心深さ、信長無宗教では、なかったと。彼が結構仏教にむちゃくちゃなことをやってるイメージですけども、これは仏教の堕落に怒っていたんであって、仏教を尊重したわけではないと。それから、信長っていうのは、まあ、例えば、信長っていうのは大うつけとか、権威とかそういうのも無視するというイメージあるんですけども、実は非常に教養人であると。まあ、例えば、いう話ですね。まあ、信長の、そういう教養の一つで私は一つ思ってるのは、例えば、江戸時代に作られた、話の中に、信長が薄味を、壊されて切れたというネタなんですが、あれも多分嘘じゃないかなと思ってるんですね。
あの、つうのは、田舎風の味を信長が気に入ったと。信長の、いわゆる織田壇上の忠犬はもともと、京都と非常に深い関係が昔からあった家なんで、薄味っつうのを、まず、そういう都風のものに関して結構彼は慣れたはずであると。でもう一つ、当時、だしっつうのはないんですから、実は薄味というのはあったんかなと。都は薄味ってあったんかなという気も しています。江戸時代の、あれをそのまま使ってるんじゃないかなという気もしますけど、まあ、信長に関してはかように様々な虚像があるわけです。で、まあ、私は今回、この本で担当させていただいたのは、足利将軍家と信長の関係、要するに室町幕府と信長の関係、それから天皇と信長の関係、この2点を担当させていただきまして、書かせていただいたわけですけども、まず、足利将軍家に対する信長の意外な忠誠という、これ、実は、この台、それから、ここの細かい、こういう、込み出し、この台とか、あるいはこの込み出しっていうのは、実は、私はつけたんじゃなくて、まあ、私は一応書いたんですけども、基本的には、出版社の柏書房の編集者の方が、つけてくださってます。だから、結構、かっこいい、ことが書いてあったりして、例えば私は個人的には、シンクロニシティってことは知らなかったんですけども、ちゃんと、こういう言葉も使ってあります。足利将軍に対する信長の意外な忠誠、信長天下像から考察する、幕府との関係性ということで、まず、信長にとって将軍は天下統一するための重要なパートナーというところからですけども、信長にとって、室町将軍家さんはどういうものだったのかということから、はい、考えています。実は、信長の場合、天下と関わる前半のパートナーというふうに書きましたけども、要するに、信長が天下と関わるときに、まあ、信長の人生って大きく分ける、ものすごく大きく分けると2つに分けるわけですね。後半は天下人と。まず大きく分けると、1回の大名、1回の戦国大名、小といって、まあ、中小の戦国大名、終わりの一国、まあ、生まれてから終わり半国か、せいぜい終わり一国を抑える、そこから濃尾、という、そういう、いわゆる、まあ、戦国大名、一大名から、天下人へと、いう大きな流れで、これの、彼が天下人になっていくというのは、やっぱり室町幕府、足利義昭との関わり以降ですよね。この天下人の、としての彼の後半生のうち、第一期が、要するに室町幕府があるとき。室町幕府があるときっていうのは、信長は朝廷とは直接関わらないんですね。で、室町幕府があるときと、ないとき。この後半はそういうふうに分けられるだろうと。いうことで、ここでは特に信長の、後半の人生に、ウェイトを置いています。で、その前半のパートナーは足利義昭であった。で、後半のパートナーはもちろん扇町天皇です。で、この、足利義昭、あるいは扇町天皇という、パートナーとどう関わっていたのか。で、それに関して言いますと、室町幕府と、それから、足利義昭の、織田信長の関係というのは、まあ、義昭は信長の傀儡であったのか、それとも独自の権力として一致していたのかという問題があります。つまり、まあ、今までの見方でしたら、義昭、室町幕府というのはもう完璧に有名無実とかしており、単なる傀儡、つまり操り人形であったと。要するに、信長の天下取りのための、まあ、道具に過ぎない。これがまあ、そういう見方があったと。それに対して、最近では、室町幕府の、将軍家というのは、結構独自な権力を持っていたんではないかという、そういう議論が、出てきています。要するに、まあ、室町幕府は傀儡というのは、いわゆる明王の政変、応仁の乱から明王の政変と言われる、室町幕府の、権力は急速に衰えていく、そういう中で、15世紀の終わりに起こった明王の政変、という事件の中で、細川氏が完全に、将軍を抑え込んで力を、握ってしまったというのがありまして、その細川家による傀儡である。で、これが細川から三好、それから織田というふうに、変わっていくというふうな、まあ、見方がされてるわけですね。いや、それに対して、いやいや、細川、三好、織田、こういった、頃にも、それ相応に、ちゃんとした
独自の権力基盤を持っていたんだよというのが最近の研究ですね。で、まあ、その辺を、まあ、見ていきたいというふうに思っています。ちなみに、この本に関して言いますと、基本的には自分の研究、自分の見解ではなく、現在の、研究状況を、端的に説明してくれというのが研修方針です。なんか、時々こういう本書いてると、批判が出てくるんですね。自分の独自の見解を書いてないじゃないかというふうに言いがかりをつけられることもあるんですけども、こういう本では基本的には自分の意見よりは現在研究でどういうふうに取られているのかを抑えてくれというふうに一応言われておるので、そういうことでやってます。だからまあそういうあたりを念頭に置いてくださればと思います。室町幕府最後の将軍足利義昭、まあ、基本的にはこの義昭という人物の、人物評価も大きくぶれている人物ですね。一般的なイメージではやっぱりアホ、見栄っ張りだけで能力はない、空っぽ。近年では、足利義昭という人物に関しても、かなり研究が進んでいるのと、それを受けて、やっぱり大河ドラマでも、結構義昭像で昔、ちょっと前の義昭って、はっきり言うて、頭空っぽな感じの、権力欲だけある、そういう人物って書かれてましたけども、まあ、近年では、そういう、人物像、人物継承、単純な人物継承ではなくなってきていると、思うんですけども、まあ、義昭、彼は彼なりに構想があったんですね。例えば、彼は、細川氏に関しては、細川昭元を抜擢、それから畠山に関しては、畠山昭政を抜擢、というふうに、まあ、いずれも、畠山と細川、で、三管領家を再興しようというふうに動きなんですけど、その三管領家の芝に関しては当時、芝義兼は信長と対立して信長が追放されてるん で、これに関しても信長が下克上というふうに言われてますが、実際にはこれ悪いのは芝義明であって、芝義明が信長から命を助けてもらった、要するに守護代が下克上しようとしたときに、芝義兼は信長に命を救ってもろて、さらに親父の敵も撃ってもらえたんですが、その後、芝義兼は、信長を、追放しようとして逆に、追放された。で後に、この芝義兼は信長の元に戻っています。この頃はまだ芝義兼は、信長の元にはおらんかったので、三管領家を復興させるには信長に芝家の家督を継がせようとしたんですが、それは信長が断れる。だからまあ信長っていうのは義昭の下に入ろうとはしなかったのは事実です。逆に、義昭を操るんだったら、信長が、芝家に入った方が本当は話が早いんでしょうけどね。他の細川や畠山とは違う軍事力を持って、義昭を自由にコントロールすることもできたはずなんですけども、まあ、信長はその、形を選ばなかった。それから、まあ、義昭は守護をあちらこちに分任して、天下というものを形成する。そこで天下とは何なのか。これ、こういう言い方をするには、もちろん天下というものに関する、見方というのが変わってくるわけですよね。我々は、天下布武という言葉。これ有名ですよね。天下布武。天下を武力で制圧する。というふうに我々は、よく言われますし、まあ、そういうふうに信じてきたわけなんですけども、近年ではちょっと違うんじゃないかということが言われています。まあ、これは、神田千里先生が最初に、まあ、言い出したこと、もうちょっと前からいろいろ言われてるの、天下という言い方、天下布武という言葉、これ、いつ出てくるかと言いますと、永禄10年、西暦で言いますと1567年の11月付の朱印状で初めて、この天下布武の、印鑑が押されます、朱印が押されます。これ、いつ頃のこと、その時の信長はどういうレベルかと言いますと、稲葉山城が陥落した直後なんですよね。要するに、稲葉山城が陥落するってことは、要するに信長が美濃を手に入れた。尾張を統一して、その後、吉本をして、で、尾張と美濃の2カ国を、抑えた段階で天下布武を使っている。まだ天下を統一するというには早すぎるのと、それから天下を武力で制圧してやるということを、この、わずかに濃尾、二国の、大名が、周りの、連中に対して武力で俺は制圧する言ったら、ちょっとあまりにも
奇想天外というか、むちゃくちゃすぎないかと。別の意味があるんじゃないかということなんですね。日本全国を武力で制圧する覚悟を示すのか、そもそもこの2カ国でどうやって、日本全国を支配するなんて、それ古代妄想郷じゃないかと。で、昔は、ああ、信長って変なやつだからとかね。あ、信長ならそれくらいの、天才信長ならそれくらいのことを言うだろうというふうにまあ言われてきたわけですけども、そこに、という話がやっぱりあるわけです。そこで、まあ近年言われてるのは、その天下布武の守護は、信長が天下を布武するんじゃなくて、義明のための終わりじゃないかと。この稲葉山城陥落直後というのは実の後と言いますか、この天下という言葉がそもそも間違えたんじゃないかということをまあ言われてるわけです。天下、これ天下というのはいろんな言葉があるんですね。これまあ昔から、天下というのはいくつかの用例があって、まあ日本全体という意味。あるいはさらにもっと広く、この世の中全部、天使が治める、この世の中という広い意味があるんですけども、当然、その権力によって、当然その天下という範囲とは大きく変わるんじゃない？それは天下という言葉は一義的じゃなくて、多義的であると。で、例えば室町時代の、天下の要領としてあるのは、例えば将軍が体現し、維持すべき秩序であると。まずこういう見方があるんですね。将軍が体現し、維持すべき秩序。だからこれが将軍権力の大きさって当然、その天下でも変わってくるわけです。で、具体的に言うと、京都、あるいは畿内。これが天下であると。で、現実に室町幕府というのは、もともと、最も権力の強かった時でも、日本全体をばっくりと、こういうふうにブロック分けして、収めていたと言われてるんですね。九州。中央のブロック、それから関東、それから、東北。東北は、陸奥と出羽で、それぞれ、短大を置いて、それぞれに短大を、自律的な短大を置いて、それから、関東区を置いて、で、まあ、室町幕府されるのはここ。で、これを、室町幕府は、金国と呼び、それ以外を、恩国と呼んだという、そういう研究がありまして、まあ、これで言うならば、天下っていうのは、この畿内金国になるね。この金国。まあ、こういうところになると。で、それがまあ、もちろん、この頃の幕府はこうなってるから、だいたいこの辺りになってる。そうなると、この、実は、足利義明を擁立して、室町幕府を再興した時点で、もうすでに天下布武という、そういうスローガンは達成されてるんだと。天下に武を、抑えるっていうのは、これは、室町幕府が、再興した段階でもう実現してると。となると、天下布武、天下の、主は義明であってですね、義明のために、信長は武力で天下を抑えようと。つまり、畿内金国を抑えようと。いうふうな。で、まあ、これは、義明が後に、喧嘩の時に、信長しばしば言ったら天下正筆。これが、責任、あんたの責任であると。いうふうにしばしば叱ってることから見ても、その天下正筆に責任を持つのは、義明である。で、それが、義明の器量がそれに足りない場合、時に、信長はそれを叱責し、あるいはそれを追放する。そういった、形ではないかと。つまり、天下を、本来、正筆、治めるべきは、義明の責任である。というのが、まあ、信長の考えだったと。で、じゃあ、なぜ、60年の段階で、天下布武という言葉を使ったのかというのが問題なわけです。それについては、こちらちょっと考えたんですけども、義明と信長の関係っていうのは、永禄8年、つまりこの2年前ですよね。ここに始ります。で、この頃から信長は実は、顔を、麒麟の麟という字を使うようになったわけです。で、麒麟っていうのは、今、麒麟が来るでも有名ですけども、世の中が平和になった時、世の中に立派な、君主がある時に、この現れるのが麒麟である。信長は顔に、自分の顔、つまりサインに、麒麟の麟の字を使うわけですけども、これは、まあ、一般に言われるのは、自分のことを麒麟となぞらえていると。でも、1565年の段階で信長が、いきなり俺が天下を統一してるんだで、まだ、美濃も抑えていない、まだ、斎藤辰興にボコボコにされてる段階で、俺天下を抑えるんだで、つうのはちょっとおかしいわけですね。
むしろ、これ義明と信長との関係を考慮するならば、この麟、麒麟になるべきなのは信長ではなく足利が義明だったんだ。信長にとっての麒麟というのは義明だったんだろうと。で、その麒麟に対する敬意から、こういう、自分もこの麒麟というものを体現しようと、麒麟というものを助けようと、麒麟というものを、自分がこう実現手助けしていこうと。実は顔の中に、足利義持が最初なんですけども、顔を自分の字ではなく、自分の考える理念、そういったものを、の字を書く人は時々出てくるんですね。足利義持は、慈悲の字だ。これを顔にしたと言われています。だから信長の場合も、麒麟っていうのは、そういう自分の字ではなく、自分が、正しいと思う、そういうものを、まあ、やったんだろうと。ただ、信長は永禄8年に関係を持ち始めて、で、天下というものを意識し始めるわけですけども、その妨げになるのが斎藤辰興ですね。だから信長は斎藤辰興との和睦を試みるんですけども、これも失敗すると。ところが永禄10年に斎藤辰興は滅び、岐阜城を本拠にした段階で義明の擁立は可能になると。つまり、実はこの永禄10年11月というのは、非常に大きな意味があった。信長って上洛する目処が立ったと。そういう時に使い始めた天下布武って言葉はもう明らかにこれは、要するに信長の天下っていうのは近畿であって、天下布武っていうのは室町幕府の最高であっただろうというふうに、まあ、言われるわけです。まあ、現在そういうふうに、見なされていると。義明、傀儡説を否定する、二重政権ですけども、いわゆる傀儡、あるいは対立、要するに、義明っていうのは信長の最初は傀儡、つまり操り人間だったけども、そのうちにそれに不満になった義明は、対立されると、対立すると。要するに傀儡に飽き足らなかった義明が、信長と対立し、最後は追放される。これはよく言われる図式ですよね。この背景としては信長がこういう人物であったと。信長がそもそもこういう世界で中世的な権威を破壊し、近世のいろいろな革命家であったと。だから、義明を結局追放するんだと。ただまあ、最近の信長研究の最大公約的なものを言いますと、まあ、割合従来の秩序を重んずる、従来の秩序を利用する。まあ、この重んずるというのは利用すると言い換えてるわけですけども、割合信長というのは従来の秩序をうまく利用しているという印象が、実は強い、政治であって、そういう意味では非常に、リアリズムに徹した政治家であるということは事実だと思います。信長に関してはそうなんですね。非常に理想主義的な感じというよりはむしろ、非常にリアリズムを重んじた政治家であると、いうことが言われてくると。で、そうなると義明もただ単に、まあ、使い方は対立なんですけども、傀儡説というのは、違うだろうと。もうちょっとうまくやったんじゃないかなと。義明との関係、まあ最近では、久野正史さんが、二重政権論というのを、明らかにしています。この頃の室町幕府というのは、例えば傀儡説だったら、事実上信長政権であって、義明というのは権限がないと。そうではなくて、信長と、それから義明の両方がそれぞれに権力を持っていたんじゃないかと。で、お互いに補い合ったんじゃないかと。例えば、どういうふうな権限以上され、権限の分担されたんだったら、義明というのは、総論の裁決、これ要するに民事裁判ですね。それから、所領の安堵、要するに所領を保障する。それから財政問題、人事権、それから軍事動員の命令。これが義明の、担当したものであって、それに対して、その義明から命ぜられた軍事動員をもとに、それを実際に担当するのは信長であったと。で、これ実はものすごく大きいから、まあ、信長の権力が非常に大きく見えるんだけども、実際には結構な、信長いろんな、ことを義明に、まあ、任せているというか、そういうところが指摘されています。だから、義明が決して、信長の傀儡であったという形は、現在では、どうかなと。で、その二重政権論に関しては、もう、完全にあれで、今のレベルは、その二重政権というのはどういう形だったのかと。まあ、そこで注目されるのが山田康弘さんつ、山田康弘さんという、なんですけども、山田康弘氏は、この二重政権については、信長と義明で初めて見られるもんじゃなくて、実は結構室町幕府昔からあるんじゃないの？例えば、足利義胤、と大内義興、
これと同じような感じ。つまり、義時は、一応、慣例大という形になってるけども、幕府の中に完全に入り込んだわけじゃないし、義治と、六角世代よりも慣例大という形であるけども、幕府の役職が入ったわけじゃなくて、なっていると。で、信長の場合、その慣例大という形もなっていないけども、実は、信長が担当している、仕事というのは、例えば、義種における大内義時、あるいは義治における、六角世代より、それと実は変わらないと。それから信長が、義昭を傀儡化したきっかけと大きいというのはこの殿中掟ですね。そこでは、将軍の審査がかなり制約されていると。つまり信長が全てやるから信長の、許可を得ずに勝手にやってはいけない、あるいは武将に話し合ったことについて、将軍は手出しをしてはいけないというふうにかなり将軍の、権力を制約しているのは事実です。だからこれを見て、従来はこの殿中掟、信長と義昭の間で結ばれたこの殿中掟、義昭の権力がかなり制約されていると。これは義昭を傀儡化、つまり操り人形していったんじゃないかというふうにまあ考えられてきたわけです。ただ、これは山田康弘さんによると、前代からの規定の引き継ぎ、要するに昔から将軍というのはそんな、要するに奉行人とか話し合って、決めた結果に対して、介入できないと。いうのは昔からあって、あるいは、将軍のご内緒に必ず、部下の、推奨をつける。これも、基本的に室町幕府というのは基本的にそうなんですよね。ご内緒には、例えば、室町幕府の末端に出てくると、内断衆の、大館春光の、推奨は必ず続いていきます。あるいは、ちょっと前やったら、大体ご内緒には、慣例法書が一緒についてくると。いうふうに必ずセットで出されるんであって、別にこの殿中掟に定められていることは、信長独自の、決まることじゃなくて、室町幕府の前代からの、規定を引き継いだもんであって、そういう意味ではこれは信長と義昭の、関係の再確認ではあっても、信長が義昭の、権力を散奪したというふうに捉えるべきではない。という、意味になっています。では、信長はどういう権限を持っていたのか。いうことですけども、これは、その翌年っていうか、その殿中掟が出された直後に、締結された五箇条の、上書きというものがあります。元亀元年、五箇条、1570年です。ここでは、先ほど言いました、信長のご内緒に、義昭のご内緒に、信長の推奨を添えるという効力があります。これをもって権力の成長であると言ってきたんですが、まあ、これも先ほど言ったように、実は室町時代では基本的にご内緒には、慣例の推奨がついているのが普通であって、逆に、そういう推奨なしにご内緒を自由に出せるというのはそもそも間違いなんですね。第四条では、天下のことは信長に任せ置かれた以上は、信長の思い通りに成敗する。というふうに書いてあって、天下のことは信長が自由に全て処理すると。信長に任せられた。つまり、義昭は完全に、変えられなっちまったというふうに、解釈されてきたんですけども、まず天下の中身、それから成敗の中身、特にこの成敗の中身というのはどういうことなのかというですね。これ実際信長の動きを見てますと、この成敗というのは軍事指揮権を指しているらしい。軍事指揮権、つまり天下政治のために敵対勢力を成敗するための、ものが成敗です。だから軍、ここで、信長が思い通り成敗するというのは、軍事指揮権のことを言っとるというふうに考えられています。それから第五条では、これは今度は義昭サイドの義務ですね。近中のことは油断してはならないと。要するに手抜いてはならないと。油断あるべからとあります。まあ、この油断という言葉は、現在の言葉になるとむしろ、手を抜いてはいけない。要するに朝廷の保護というのは義昭の職掌であると。で、現在我々は軍事指揮権が非常に大きな力を持っているので、朝廷の保護ってどうでもええやんと。いうふうに思っちゃうから、これを持って、うわー、信長って軍事はええとこ、美味しいとこ全部自分を持ってって、つまらんところを義昭に任せてるんだなって言うんですけども、これは当時の考え方からすると、軍事指揮権の頂点の方、どちらが、大事かという話ですよね。当然、信長の頭の中ではおそらく朝廷の保護、これが元、これこそが義昭にできる最大のポイントであると。信長が軍事指揮権、義昭が儀礼、政治儀礼の主催者としてある形、この五箇条の上書きに定められた、この形っていうのは、実は、室町幕府の弱点を見事に補完した、
うまい、両者にとって意味のある形じゃなかったのと。要するに、室町幕府はどう頑張っても、軍事という面においては弱点を抱えてるわけですよね。これはもう室町幕府の宿痾とも言うべきもんであって、室町幕府っていうのは結局こういう信長みたいな、軍事力を持った人間にそばにいてもらわないと、室町幕府独自の、武力っていうのは基本的にはない。常に、強い軍事を持ったやつが必要であるというのが一応室町幕府の形であって、それを信長が担当していると。そういう意味では信長の権限っていうのは義明にとってもこの、五箇条の条書っていうのは悪い話ではないし、これをもって義明を、操る人形化したっていうのは違うんですね。そうなってくると、この第一次信長包囲網というものも、の評価も分かってる。信長包囲網って言ったら、もうほぼ義明の先輩特許のイメージですけども、実際には、まあ、そういうもんでもなくてですね、この第一次信長包囲網、この元亀元年の中でされた信長包囲網っていうのは、朝倉義景、安達長政との戦いですけども、メインは。これで包囲されてるのは、信長だけで、義明もなんですよね。これ、そう考えないと、そもそも信長と義明が、信長包囲網をここで作ってるんやったら、もうその段階で信長、義明の首切っててもおかしくないわけです。これは、むしろ、義明も、包囲されてる方。二重政権ですから、文書も、それに特徴があります。よく言われるのは、信長の朱印状と、それから室町幕府の、奉行人褒章が一緒に出されていると、ワンセット出されていると。これについては、必ず、室町幕府は完全に信長の支配下に入ってしまったというふうに捉えられがちなんですけども、実際には、それまでの昔の幕府の形では、幕府の守護巡行場という形で、奉行人褒章と、巡行場、つまりこの信長の、朱印状というのは、もともとこれと同じじゃないかと。いうことを考えると、信長のやってることっていうのは、昔の、在りし日の室町幕府を復興しているというふうに言えないかと。からもう一つ、幕府奉行人褒章の中に、信長の取りなしの通りにという言葉が入っていることが多いんですね。これちょっと注目されているんですが、これ要するに、これは文書受け取る側が幕府じゃ頼んないから、信長を、箔付けしてほしいと。いう見方はどうもあったようであって、そういう意味では、室町幕府サイドとしては信長にものすごくおんぶに抱っこみたいなところはあったのは事実である。その一方で、信長っていうのは幕府管制には入ろうとはしなかったのね、彼は。もう一つ、この、禁制についても、知った束断のごとしというのがあって、これ知った束断のごとしというのはよって伝えるんだという形であって、一般には信長が出した禁制によって知った束断のことだったら、これはどっかから伝えられてる、つまり室町幕府の意思を信長が代行してるふうに読まれるんですけども、実は信長の場合の禁制はそういう形じゃなくて、信長独自の意思が現れてるというふうに見るべきだと。だからそういう点においては、信長っていうのは完全に室町幕府の中に組み込まれたわけではないところに、信長の独自性があるかなと言われています。この禁制が彼が出してるっていうのは、彼がいわゆる天下といわれる領域で軍事行動してる。この禁制っていうのは結局、軍事行動の制限ですからね。当時の、軍事っていうのは、基本的に敵を攻撃するとともに、敵の領域を完全に破壊するというのもあって、そういう意味で略奪というのが普通に行われてきたわけですけども、この禁制っていうのは、そういうところで、まあ、その戦場における治安を信長が保障する。いう形です。だから、まあ、これ、禁制っていうのは、優れて軍事行動ですね。要するに、この部分は潰す、この部分は破壊しない。そういった敵味方を色分けする、そういう重要なあれなんですけども、信長の軍事行動が、義明から指示を受けるものではないということが現れている、そういうものであろうと。じゃあ、義明と信長、どこでこの二人は喧嘩してしもたんやと。いうことです。従来説では、電柱起きて、五箇条の上書きからもう信長と義明の対立が始まってる。したがって、1570年。だからもう、この二人は出会ってすぐにもう喧嘩を始めてるというふうに見られてきたんですね。ただ、近年ではこれはそうじゃないよと。この電柱起きて、あるいは五箇条の上書きっていうのは、信長と義明の権限分担であって、これ対立の問題ではないんだよと。
次、第二次包囲網。元亀2年の第二次包囲網、つまり、1571年ですね。この第二次包囲網に、ね、武田信玄が参加しているのが目につきます。これについては、電柱起きてから五箇条城脇に対して牛上げ不満を持ったからじゃないかと言われるんですけども、実際には近年では、その辺がちょっと、違うんじゃないかなと言われているのは、意見17条をめぐる、議論があります。意見17条。これはもう完全に信長と義明の対立が決定的になったことを示す文書ですね。意見17条というやつは。で、この意見17条がいつ出されたかっていうのは実は議論があって、一般には10月と見られたわけです。10月に意見 17条が出て、12月で三方ヶ原。対立してから三方ヶ原。とか、近年は、ルイス・フロイスの、本などから、出されたのがもうちょっと遅いんじゃないと。意見17条っていうのは。そうなると、まあ、三方ヶ原は動かないわけです。だから三方ヶ原から意見17条ではないと。そうなると、実はちょっと、話が変わってくるね。で、従来のこの見方やとどういうふうになるかと言いますと、要するに、義明と信長の関係は完全に決裂して、で、義明の命令を受けて、武田信玄が動き始めた。ということであって、武田信玄と信長の戦争というのは、義明が原因である。こういう見方になるわけですね。それに対して、近年説では逆であって、義明が、信長から離れたのは、三方ヶ原の戦いで、義明が、信長がボロ負けしたからじゃないかと。で、そこで、まあ、多分義明としては、信長一辺倒ではまずいなと思って、義明、信長から離反した。というふうに、まあ、近年では見られ始めています。だから、まあ、信長からすりゃ、せっかくまで育ててやったのに、信玄に俺がボコボコにやられたら、裏切りよったと。いうあたりが真相ではないかなと。で、ややこしい、信玄の関係なんですけども、実は信玄と信長関係で難しいんですよね。この三者の複雑な関係があると。どういう関係かと言いますと、ここは仲いいんですよ。織田と武田って実は、結構長い間同盟関係を結んでいる良好な国ですね。で、織田と徳川っていうのはものすごく、強力な同盟関係を結んでるね。両方とも婚姻関係を伴う、同盟関係を結んでいる点に特徴があります。問題はここなんですよ。ここがものすごく仲悪いですね。武田と徳川の関係が悪い。まあ、もともとは今川家を共同で滅ぼして、遠江と駿河を負けたはずなんですけども、信玄は、遠江の国もどんどんと進出を始めて、徳川との対立が、深まっています。で、問題は、この武田と徳川の関係が破綻したときに、織田はどちらにつくべきなのかということが一つのポイントです。それから、義明のことで言いますと、権女と、信長の関係、あ、これ字間違えてます。信玄です。すみません。信長と権女の間の仲悪いのを、なんとかしようとした義明は、まあ、武田に、話を持っていった。で、これは実は、突飛じゃない。つまり、武田の、奥さんと三条の方と、権女の、奥さんは兄弟である。姉妹であると。だからまあ、権女と信玄っていうのは、実は、義兄弟に当たるんであって、まあ、義明がそこに目をつけて、この関係を、武田信玄に頼むっていうのは、戦略的には間違えちゃいないんですけども、信長からすりゃ、自分の頭を飛び越えて、信玄のところにすぐ持っていくのはちょっとまずくないの?というあたりから、義明と信長の関係が、ガタガタだと。元から、義明の方に信長に対する不満が溜まっていた、あるいは信長の方に義明に対する不満が溜まっていた、お互いちょっと微妙なところは最初から当然あるんですけども、武田信玄の問題っていうのは結構これで、仲がこじれる原因にはなると。ただ、義明サイドからすると、
織田信長一辺倒ではまじいかなという形のリスク分散の意思もあったんだろうと。特に、三方ヶ原の戦いで織田徳川連合が敗北した段階で、これにつながり、これがいわゆる意見17条に、つながっていくという見方がされています。それともう一つ、幕臣の分裂。幕臣の中にも、反信長派と新信長がいて喧嘩しているという問題。この上野秀政かなり露骨に、いや、信玄憎きでしょうってことね。結局、義明はそこに引きずられていった可能性ある。で、そもそもじゃあ上野秀政をはじめとした反信長の幕臣っていうのはなぜなのかと。これは幕臣っていうのはこれ所領不足に悩ませるわけです。それに対、で、そこで幕臣たちは、お寺とか寺社領、あるいは、貴族の領地、これを侵奪するわけですよね。寺社本所領と言います。で、それに対して信長はこの寺社本所領の保護に動いてるわけです。そうなると当然喧嘩になりますよね。で、信長は義明に対して、もし幕臣が領地が足りないんだったら、信長の方からそれを送るから何とかしてくれというふうに言ってですね。言うてくれと。言うてくれたら、うちの、財産から幕臣の分の、土地は出すからと。ただ、それ実際使われた形跡ないんです。結局、義明が、見え張ったのか、あるいは信長が、単に信長が、できんことを言うただけなのか、それはちょっとわからないんですけども、結局、信長と、幕臣の間にはこういったことを命じて、巡って、信長に対して不満を引き起こす。信長に対して、俺たちの権利を、侵害しやがってと。逆に信長に対して不満を募らせる。そういう側面があったと言われています。で、意見17条ですけども、義明に手を焼いた信長の現れではないか。対朝廷批判、それから、所領政策批判が、甲府に1条、10条、あるいは3条、5条、7条、15条と。あと、義明の行状批判、あるいは義明の人事、要するに信長と親しい人間が冷遇されてるんじゃないかというふうなことを、言ってます。まあ、義明がかなり、信長に対して、意地悪していることが伺えます。それに対して信長がかなり、イラついていると。だから、幕府の中でも信長に親しい人間がなんか最近冷遇されてるんだけどおかしくないですかとかね。明智光秀が、お金を没収したのはけしからんことじゃないですかとかね。そういうことも言ってます。さらに、信長の性格を表している言葉が、外聞、世情、天下の法変ということが使われていて、信長というのは結構世間体の評判、世間体を気にするタイプであったことが伺えます。こんなことやって外聞恥ずかしくないですかとか、世情どう言ってるかご存知ですかとか、天下の法変がどうか気にしてくださいということを言っていて、ああ、そういうことを割合気にするタイプの人だったのね、というのがわかります。追放後。この追放のいきさつ見ても、信長っていう人物がかなり実は、義明を評価してるというか、利用価値があると思ってるのか、その辺でしょうけども、義明が挙兵した後、信長どうしたかというと、信長は人質を出して降伏すると、降伏させてくださいと、わざわざ言うんですよね。まあ実際には信長圧倒的有利なんですけども、信長一応あくまで義明の顔を立てようとしている。ただ、義明がダメなのはここなんですよね。信長がせっかく義明の顔を立てる形での和睦を、申し入れてるのに無視した。決裂したのはこれ義明が原因です。要するに信長が、兵を挙げた。信長人質を出しますと。で、何卒お許しくださいと。言うたのに許さんと。だから逆に多分信長がそういうカードを切ってきたのに対して、お前の顔を立ててやろうというのを言うたのに対して、多分それは義明には通じなかったんでしょうね。信長が人質を出してくる。降伏すると言ってる。じゃあ、ここはもっと強く出たら、もっと美味しいだろうと思ったら、それはそんなわけないんであって、決裂したことに対して信長の答えは、上行の放火。要するに、この上行というのは、将軍の膝元です。つまり、義明の、支持基盤を完全に破壊する。で、義明というのは、もう上行の住民を保護する能力はないということを、人々に知らせる。そういう意味があります。放火というのは。で、上行放火。大際天皇の勅命による講和が、なされます。で、それを義明が受諾することで、室町幕府の追放が、事実上決まっちゃうんですね。
で、信長再度挙兵して敗北。これで、信長はついに、義昭を追放を決めます。その後も信長は、義昭、大阪のにいた義昭に対して帰郷交渉を試みてるんですね。帰ってきてくださいと。で、帰ってきてくれたらあなたを将軍にもっぺんつけます。もしくは、あなたの息子をこちらの方で預かってるあなたの息子を将軍にするから帰ってきてくれというふうな交渉をしてます。ただ、この時も義昭の再度が、ものすごい高圧的な条件を出したために、当時の、信長の師だった木下秀吉を呆れちゃって、結局決裂しています。面白いのは死者が彼なんですね。木下秀吉なんですね。で、まあ、義昭はその後、友の方に行って、そこで彼は征夷大将軍であり続けるんで、義昭のこれを友幕府ではないかと。さらに信長が目指したのは安土幕府ではないかという、こういう幕府をあちこちに認める議論も出てます。まあ、幕府とは何ぞやという、そういう議論も実はあるんですけども、まあ、ここではそれ以上触れませんでした。で、信長は、実は信長と室町幕府というのは、信長は室町幕府と協調関係を望んでいたんですが、それを蹴ったのはむしろ義昭の方じゃないかと。信長にとっては室町幕府というのは十分に美味しい存在だったんですよね、多分に。本ではけなだ試験、まあ、あくまで試験というのは、まあ、あまりここではそうじゃないんで、やりませんけど、信長の、気持ちを忖度してみました。信長とか多分こう思ったんだろうなという気がします、私としては。全く義昭の野郎、少しぐらい行儀よく面倒、真面目に政務取り組めと。天皇であんだけいい加減なあかんわ。将軍してやったら、調子こけがって、つかむんならんかった。朝廷と面倒くさい交渉を任すのにサボりやがって、結局わしやらされたやんけ。しかも、こんだけ我慢してやったのに、ふざけ上げて反抗するし、下手に手はつき上がるし、どしがたいは言いようがないな。多分、信長としてはそういう気持ちだったでしょうね。義昭もちょっと我慢してくれたら、ええのにと。まあ、だから、信長が義昭のことをものすごく尊敬してたかどうかというと、クエスチョンマークが出ます。つまり、義昭がちゃんと真面目にやってくれたらよかったのに、結局、義昭はダメだったという感じなんじゃないかなと思います。質問をしたいと思います。はい。ルイス・フロイスが信長が無神論だと書いてるというのはね、はい、よく言っていたんですけど、はい、これさっきの話聞いてると、信長が仏教徒であると、キリスト教徒であるフロイスとしては、信長と仲がいいのはまずいから、むしろ信長が仏教徒であるぐらいなら、信長が無神論者の方がマシやと、そういうことなんですか？そういうふうに言われてますね、割合。ただ、ネネに関してはっきりフロイスこう書いてるんで、必ずしもどうかなというのは、ネネに関して、秀吉の妻の北の湾どころに関して、彼女は異教徒であるが大変な人格者であって、彼女に頼めば大概の願いは通るというふうに書いてたりするんで、まあ実際に仏教、異教徒であることが本当は、どの程度あれだったのかというのはちょっとわからないんで、私たちは本当のところ言うと、どうかなと思ってるんですけどね。いやフロイスはネネさんに何か頼んでるんですか？なんか結構いろいろと頼んでるみたいです、フロイスさんは。次の質問ですけど、室町幕府ってブロックごとに任せて、はい、まあ、九州っていうのはじゃあ、何、はい、ていう組織があったんですか？あ、九州は九州短大です。短大が、3カ所置かれたんですね。関東は関東府で、九州は九州短大。これは渋川家という、足利幕府の御一門といわれる、高い格の人間がやってました。それから、奥州短大、それから右州短大、これらはいずれも芝の一門です。芝の一門がやってましたよね。芝の、一門である大崎、それからこちらが、最上芝市と、大崎芝市。で渋川も、実は芝家と非常に深い関係があるんで、まあ基本的には実はこの短大というのはすべて芝一門がやっていたというふうに考えられています。芝って足利一門の中でも一番本流に近い家柄ですよね。そうですね。じゃあ次3番目の質問に行きます。軍事動員は義昭で、軍事の執行は信長という話でしたよね。はい、そうするとその軍事動員ということは、ただ誰と戦うとかっていうようなことは、義昭が決めてるんですか？名目上はそうですよね。
義明に従わない人間を撃つという形で、あの朝倉に関しての戦いの始まりはもともとは義明が天下を取った時に挨拶にこう言うた時にそれに反抗した人間が義景やったんで義明を撃つと。義景に来るなと言ったのは足利義明やと、足利義明が信長に対する嫌がらせをしたんや、こんな戦争になってしまったんや、足利義明は朝倉義景を頼りにしてて信長嫌いやったんやという、まあ、これが大体こうかっての信長という漫画のストーリーだと思うんですけど、うん、最近ではもうあの要するに義明と信長の、不仲を、そこまで遡らせるべきではないというふうに現在では考えられてます。むしろ朝倉攻めの段階では義明と信長はまだウィンウィンの関係を保ってたと。うん、私の最後の質問ですけど、もし義明がもうちょっとうまく立ち回れる、あるいはもう少しこう才能のある人間だったら信長幕府は残ったということですか？そうですね、信長は残したかったはずなんですよね。信長にとっては室町幕府の存続は多いし、別に自分が天下を、トップにならなくても、むしろあの次のあれでもなんだか感じるの、信長は朝廷との関係をもう義明に任せたかったんちゃうかな。そういうあの要するに信長にとって信長ができることを考えるならば、室町幕府にあの要するに義明とその周辺にそういう面倒くさいことをやらせておいた方が信長にとってはそのは都合よかったというふうに思います。だから義明がもうちょっと我慢強ければね、義明がそういう立場に甘んじて、で信長とうまくやっていけば、うん、信長と室町幕府を潰して自分が将軍になるんやと、そういうことをする必要もなかったと、なかったかもしれない、うん、知れないとは思います。私の質問ありましたが、何か質問ありますか、会場の方。今までの説明で、以前はこうだったけども、最近は状況が解釈が変わったという話がよく出てくるんですが、その変わるのの大元は主に文書が出てくるんですか、それとも単なる人間関係の動きから推測というのが多いんですか。やっぱりあの文書の、研究というのは大きいです。例えば、最近のぶあのちょっとふ、まあ、古くちょっと古いあたりから織田信長文書の研究とか、いう形で信長の文書が大量にこうあの出てきて、ちょっと本の研究が進んでること、それからあの、昔は割合軍記物の、一次資料二次資料に関して二次資料に書いてあったら結構それはそれであの使えるんじゃないかという形で、まあ、見ていたんだけども、あの最近の戦国時代の研究っていうのはその二次資料を見直そうよという話になってきてるね。その代表的なものはいわゆる新朝後期とか、そういったものをあの見直していこうと。で、その時に例えばルイス・フロイスの日本史の方をと、新朝後期をまああのもうちょっと多角的に使っていこうとか、あるいはあのいろいろと出ている信長文書をもうちょっとこう見てみようという、そういうふうな見方ですね。それともう一つは、やっぱ戦後の歴史の方向性として、あの歴史の進歩、革命的、革命史観というのはやっぱりあって、歴史の進歩というのに注目する見方があって、それの、あの、そういった枠組みから離れるという、そういう側面もあります。あの両方ですよね。あの、新しい文書を研究し始めたというのと、それから、あの、まあ、推測といいますか、あの、そういういろんなものを推論するときの前提となるベースのものの考え方が変わってきていると。あの資料の解釈とかそういったものも、どの資料を使って、どの資料を使わないかというのも、実はあの研究者なりにあのベースがあるんですよ。その研究者の中のベースがかなり、変わってきているというのはありと思います。